2007年の気象、地震天象に関する出来事を記述する。千島列島やソロモン諸島、ペルー沖、スマトラ島沖など、海溝型の大地震が続発した。また、イギリスやノルウェー、アメリカ東部などの地震が少ない地域で M4 から5程度の地震が相次ぎ各地で話題となった。東南アジア、オセアニア、日本、 南アメリカ西部で M7、M8 クラスの地震が相次いで起こり、多くの被害が発生した。M8 以上の地震は4回も発生した。また、この年最も死者が多かったペルー地震は、死者約500人と伝えられており、年最多死者が1000人を下回ったのは2000年以来となった。また、レイユニオン島のピトン・ドゥラ・フルネーズでは、過去最大規模の噴火が起こったほか、 インドネシアや南米、中米などで複数の火山が噴火した。イエメンのダブルアルター島で死者が出たほかは、火山活動による大規模な被害はなかった。キリルチシマ列島沖地震の震源マックノート水星、1月16日夕方シドニーにて、ニューオーリンズの竜巻大雪に見舞われた、アメリカ中西部サイクロン、ファビオ竜巻の被害を受けたエンタープライズ航校、ヘリコプターより、 撮影3月3日の海域月食サイクロンインドララ3 1 4十時10分のと半島地震発生。ソロモン諸島地震の震源とシンドズピトンドゥラフルネーズ山の噴火2007年4月9日竜巻の被害を受けたグリーンズバーグ上空から撮影イラン南部に接近するサイクロンゴヌハンター側の氾濫によって洪水に見舞われた入滑する嵐により座礁した 貨物船、入荷する近郊の海岸にて、沖縄本島付近を通過する台風4号、新潟県中越沖地震による崖崩れの被害を受けた新越本線の線路と住宅熱波の影響で発生した森林火災、クロアチア、プーラにて洪水に見舞われたイギリス、オックスフォード、7月26日撮影カナリア諸島の森林火災、7月30日ペルー沖の地震の 被災地への救援物資、リマにて、フィリピンルソン島沖に接近する台風8号洪水により、冠水した道路、アメリカ入りの一周ギリシャの森林火災と消火活動を、するロシアのヘリコプター、アテネ近郊にて、8月25日、上陸したハリケーンフェリックス、旧、40時10分スマトラ島沖の地震の、震源ズペルー南部に落下した。 隕石ジャブルアルター島の噴火山林火災に見舞われた住宅街カリフォルニア州サンタクララハリケーンノイルによる波の影響で根こそぎ削られてしまった砂浜アメリカフロリダ州洪水に見舞われ水没したビラエルモスサの街記録的な被害をもたらしたサイクロンシドルポポカテペトリアマ熱帯低気圧オルガ。ありがとうございます